恋の横浜 M は14日、横浜市内で勝ち点2差で追う3位、C 大阪戦、18日、日産戦に向けた最終調整を行った。今季限りでの退任が決まっているエリク・モンバエルツ監督は、プロの余界で戦っている以上、少しでも上の順位を目指す、と大一番を見据えた。6月18日の F 東京戦以来、5ヶ月ぶり先発が濃厚な DF 栗原雄三も、どんな状況でも一つでも上を目指すことは変わりない。監督も言っていたけど、この時期に明確な目標、明くる出場権を持って戦えることはいいこと。負けた方が脱落というか、緊張感がある試合ができるのはいいこと、と語った。C 大阪は日本代表の FW 杉本健勇、MF 山口蛍などうまさと強さを合わせ、持つ選手が多いが、指揮官は、我々にもテクニックに優れた選手はいる。アグレッシブさも良くなっている、と自信を見せた。セットプレーやクロスからのゴールが多い C 大阪の攻撃に備え、栗原、FW 伊藤翔をはじめ競り合いに強い選手が多く先発に名を連ねる見込み。オーストラリア代表からこの日合流したばかりの身長187センチの DF ミロシュデゲネクもベンチ入りが有力。両ふくらはぎ痛から復帰したキュラソー代表 MF マルティノス、右膝内側側副靭帯損傷か。打復帰したチーム得点王 FW ウーゴ・ビエイラもベンチから出番を待つと見られる。予想スタメンは以下の通り、GK 飯倉弘樹、GF 松原健、中澤裕二、栗原雄三か。平田久美、MF 大木原隆弘、中町康介、遠藤啓太、天野純、ダビド・バブンスキー、FW 伊藤翔。